こんにちは、サスライポーズでございます。今回なんですけども、タイトルにもありますように、旅人のすすめ持ち物編ということでですね、僕の体験をもとにして、アイテムがねたくさんあるのでお伝えできたらなと思います。やっていきましょう。私、サスライ坊主と申しまして、20代の半分を海外で過ごしました。で、僕は何の経験をしてきたのかっていうと、ケニアのね、マサイ族でボランティアをしたりとか、ブラジルのアマゾン川で狩猟民族とね、暮らしてたりしてまして、インドのヒマラヤの2000メートルのね、標高をですね、200キロぐらいずっとね、回ってたりとかね、洞窟で暮らしたりもしてましたね。森の中でどんなものがね、まあ、最後まで残ってったのかね、必需品アイテムお伝えできればと思います。もちろん、現地のもので全て賄えるよって方は、いると思います。なんでそういう方々はね、動画をねこちらに押していただければと思います。早速やっていきましょう。はい、まずなんですけども、こちら、はい、これ何かというと速乾性のタオルなんですね。これ僕が、まあ、Amazon で普通に買えるんですけども、こんぐらいの大きさです。はい、すごいちっちゃくて、しかも軽いんですよね。これタオルなんですよ。で、まあ、こうやってね折りたたみもできると。でこれ一つで僕はずっと旅してました。もうボロボロになるまで、大体6、7年かかりましたね。ケニアからブラジル、ずっと使ってました、これ。インドも。もうアマゾンで3、4000円ぐらいで買えるので、これはもう必須アイテムですね。で、ちょっとこれじゃちょっとちっちゃいんじゃないとか、まあ女性とかいると思うので、これちっちゃいんじゃないって方は、こういった、バスタオル型のやつもあります。これ結構ね、やっぱ外国人の人たちは結構こういうのを持ってますね。軽いし、すぐ乾くし、とってもいいです。使い勝手がとてもいいので、これはねおすすめしております。はい、ということで、まあ、僕はね、まあ、これだけで十分なんですけども、欲しい人たちはこれもねあった方がいいかなと思います。次はこちら、ポーチです。これね使ってる人もねいないかもしれないんですけど、僕としてはこれすごい大事で、まあ、この中に入れるわけですよ。こういう感じになるんですけども、でこっから、これ出てきますね。でこの中にいろいろこうパスポートだったりとか現金だったりとかっていうのを入れておくわけですね。でこれは僕はね常に肌身離さず持ってるようにしております。海外の旅移動中はね特にね、まあいらないっていう人もいるし、 SPA ベルトって言ってすごいクオリティいいんですよ。別にこんなクオリティ良くなくてもいいです。ただ僕はこれでねちょっと安いやつを買ってしまって、ちょっと悪い経験しちゃったんですよね。メキシコでちょっとバス乗ってて、これのね安いやつね、まあ大体1000円ぐらいのやつなんですけど、つけといたら、あーちょっと気持ち悪いな、きついなみたいな思っちゃって、これ取ったんですよね。これ取ったはいいんですけど、太ももの後ろにつけといたんですよ。で寝て、で起きて、でちょっと出ちゃったんですよね。バス出ちゃったんですよ、バカなんですよ僕ね。まあそのバスにまた戻ってきたんですけどね、結局ね忘れちゃって、なくしちゃいました。余談ですけども、そういう時はどういうところに隠していたり、もう本当に最終の手はですね、ちょっと待ってください。はい、すいません、ここです。ここに隠します。僕が隠してたのはこのソールの後ろですね。今は隠してないんですけども、これからねちょっと危ないところに行こうとするときはこういうところに隠しておきます。もちろんね現金500ドルをその時隠してたので、それで生き延びたんですけども、そういったことも使えます。3つ目、こちらでございます。鍵でございます。これ100均で買えるんですね。これまあ自分でね暗証番号決めてこれできるやつですね。でバッグとかに簡単につけれるので、これです。こういった感じでつけれたり、あとこれも100均です、ね、多分。あ、これはインドで買ったやつかもしれません、まあ、こういうのもあるので番号でねロックができると。でバックパッカーとかに行くとこういったねロックできるようなロッカーがあるので、これをね持っとくといいです。僕はねこれ結構重宝しておりました。別にこういうのでもいいんですけど重いんですよね。でこの鍵をなくしたらもう終わりじゃないですか。なんで僕はこれをもうあんまりね使わないです。こういうのがあればフック版なんですよね。なんで バスとかでこうやってあー疲れたとか言ってバッグとかにかけてね、はい、これで、まあ、セキュリティもしっかりしますし、バッグを放置できるプラス鍵がかかっているので安心して旅ができるということになります。ということでこの3つだけは僕はね絶対に持っていくというものでございます。でこれからお伝えするものは別に持っていかなくてもいいですけど、まあ、あった方がいいんじゃないのかなというふうなものをねご紹介できればと思います。まずはじめにですね、日本の100均は最強です。はい、まずはこちら100均のチェーンでございます。はい、これがあればめちゃめちゃ便利です。何に使うのかというと、これを財布につけて落としてもいいですし、これ知られてもこれパーンっていくので気づきますよね。なんでこういうのがあったら安心です。見た目あんま良くないかもしれないですけど、危険地帯に行く人たちは
こういうものを持っといた方がいいと思います。なんで、100均で買えるんでね、このキーチェーンで、次裁縫セット、これ100均で売ってます。裁縫セットがこれ売ってるので、これで例えばまあ、服とかズボンが切れちゃったりとか、安いサンダルとかね、これで裁縫できます。なんでこれ持ってると便利でございます。これね、100均の収納ケースなんですけど、めちゃめちゃクオリティ高いですね。僕が持ってるのはこれ、もうもっとあるんですけど、まあ、こういったものを全部ね、何に使ってるかというと、薬だったりとか、僕で言えばカメラの機材だったりとか、歯磨きセットだったりとか、お風呂セットとか、全部こういうので入れております。でね、区別できるのめっちゃ便利です。収納袋です。これ収納袋、これね、厚手のチャックがある収納袋です。であとはジップロックさんですね。ジップロックのこういったものですね。めっちゃこれ性能高いので、こういうのにはもうご飯も入れたりするのもいいんですけども、クレジットカードとか現金とかそういうのを入れたりするものに入れてます。だからパスポートのコピーとかもね、こういうところに入れて、さっきのポーチに入れたりとか、すごい重宝しております。でやっぱ旅をしてると、やっぱりね、結構やっぱ病気はつきものです。なので、まあ、日本のものをね持っていくとしたら、僕が持ってきたいものはこれ、味噌汁です。これも大体100円ぐらいで売ってるので、これを持っていくといいです。ちょっと重いですけど、まあ、病気になった時本当に助かるのが精神的な面で、この味噌汁を飲むと本当にいいです。みんな旅人はね、味噌汁をね持ってて、こうやってシェアするとね、すっごいみんな嬉しがるんですよね。なんでそういう意味でもいいですね。味噌汁あると便利。フェイクのいらない携帯や財布です。こちらにいらない財布といらない携帯持ってきます。なんかすっって取られちゃったりするので、やっぱりこういったね、日本ではもうあんまり見られないような iPhone、 これ4なんですけど、こういったものを持って持ち歩いてるといいです。なんで結構相手が欲しがらないようなものを常に持っておく、だったりこっちのフェイクのものにはもうお金だけしか入れとかない、お金も最低限限られたお金だけ入れておくっていう感じで使っておくと便利ですね。ちょっと危ないとこに行くとか時にメインを使うんじゃなくて、これを代用したものを使うと、ね、撮影するとかね、写真とかする人は もちろんかもしれないんですけど、僕はもちろんね、結構 YouTube とか出すので頻繁にチャージャーが必要です。なんでポータブルチャージャーです。これはね、 iPhone のポータブルチャージャーなんですけど、ね、これつけとけば勝手に充電されます。で他にはこのアンカー、ちょっと重いんですけど、これフルで2回ぐらい充電できます。でもちろんこれで GoPro だったりとか DJI Osmo とかっていうのも充電できるんで、これはね僕持ってますね。常備薬です。常備薬、これ皆さんね、日本で飲んでる薬でもいいんですけど、僕ねインドで体悪くした時に医者から処方されたやつが、日本では日本のロキソニンの効能が2倍ぐらいだったんですよね。でそれ帰ってみたら医者に、お前腎臓やられてるぞみたいな感じで言われちゃって、まあ、海外で処方される薬はいいんですけど、めちゃめちゃ強いのも劇薬もあるので気をつけてくださいね。旅のバイブルでございます。僕ね今回2冊選んだけど、老子さんと武士道ですね。これ二度目になそうです。これ渋いですね僕。まあということでね、バイブル大事ですね。これですね、結構貴重面会に思われるかもしれないですけど、自分がこだわりの歯ブラシだったりっていうのがあったら、歯ブラシがあったりするといいかもしれないです。こういうのに僕はもう石鹸一つで髪と体洗えたりする、男性は楽なんでね、こういうので入れたりして、でこれが、洗剤ですね。これもお口クチュクチュするやつなんですけど、洗剤入れに使ってます。コンパクトでいいですよね。はい、はい、ということでやってきましたけども、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。長々とね、ためになったよって方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、ご自身がね、旅の体験をされてる方がたくさんいらっしゃるし、これからもしかしたらするかもしれません。その経験をですね、僕にぜひコメント欄にね教えていただければと思います。僕、こういったものがあったらよかったよとか、こういったものは絶対必需品だよとか、お前何言ってんのとか、そういったコメントぜひぜひね、お待ちしております。それではまたよろしくお願いします。次回でお会いしましょう。